毎度。今日も本当暑かったね。うちの隣の大垣っていうとこね、さっきテレビ撮ったら全国6位とかやったね。37度。これ超えてましたね。まあね、まあちょっとずつは涼しくなって、くるんでしょうけどね。まあ涼しくなってきたらこの暑さが恋しく思うこともあるんでしょうけど、ちょっとね、暑さがちょっとやばいですね。ちょっと今になって俺も夏バテ気味というか、これね、なんかね、今までとちょっと体の調子が違うんですよね。それは飲みすぎてるからなのか、暑いからなのか、それともね、そういう年齢的な、そういうホルモンバランスの異常なのか、わかりませんけどね。まあ、ちょっとお酒もね、ほどほどにしないといけないかなと、らしくもないことを思っている、今日この頃でございます。今日は、この、タリスカー。これタリスカーを、のハイボールに黒胡椒をかけて飲むっていうね、そういう飲み方が、公式でもそういうのを勧めてるみたいでね。この前ちょっとね、動画撮影はしなかったんですけどね、もうちょっとだるくて、もうちょっと飲むだけ試しに飲んでみようと思って飲んでみたんですけど、ちょっとよくわかりませんでしたね。胡椒の量が少なかったのか、ちょっとよく、で今日は、まあ、この場でやりたいと思いますね。香り。冷やして、ここで黒胡椒をね、ちょっとちゃんと今日はお皿も引いて、どれくらい入れればいいかわからないね。この前はね、もうね、結構これくらいは入れたと思うんですけどね、もうちょっと入れてみようかな。入れすぎかな。まあ基本俺辛好きで、唐辛子とかでもどんだけかけるのっていうくらいかけるタイプなんでね。まあ、これくらいかけてどうかな。ちょっとだいぶ黒く浮いてますけどね。まあ、黒い粉が浮いてるんで、あんまりね、見た目は良くないし、まあ、今そもそもね、こういう飲み方慣れてないし、あんまりこういう手を加えて飲むっていうのはね、その、元の味を飲みたい派派っていうか、なんで、こういう飲み方本当あんまり好きじゃないんですけど、勧めてるんでね、ちょっと今日の一杯目飲んでみたいと思います。タリスカーのハイボール黒胡椒入り。口に黒胡椒が残るというか、口の中に、確かにそのスパイシーさはより増しますけどね。残るね、この黒胡椒が、これがいいんかな。いろんな飲み方を研究する人がいるんですね。
チューニングがいつもか。ロックンローラーは多少のチューニングは気にしない。飛ばせロック、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 ロック、ロック、ロック。革ジャンも革パンもリーゼントもいらない。入れ墨もピアスもバイクもいらない。ターンテーブルも半ズボンもスケートボードもいらない。テクニックも才能も何にも必要ない。スタイルはどうでもいい。昨日までは昨日のこと。5秒前より新しくなる。グイーンと伸び続ける。ゲームやってもカラオケ歌ってもプロ野球見ても映画を見てもデートしてもインターネット何にもぴったり来ない。4分の3くらい死んでるみたい。遠くから呼ぶ声探し続けて地球一周。耳を澄ませば声の主、俺の体の中。自由、自由。飛ばせロック、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 飛ばせロック。イエーイ。もうベイベー、もうラブ&ピースのいらない。日本のいびつなロックの原因解体もできない。でも俺はロックに怒りを感じたんだ。どこまでも開き続ける自由な感じ。俺は最悪で最低の男だが、ロックギターを弾くとき俺は完成する。ギュイーンと伸び続ける。一番いいとこを噛んだんで、もう一回。俺は最悪で最低の男だが、ロックギターを弾くとき俺は完成する。ギュイーンと伸び続ける。自由、自由。飛ばせロック、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 飛ばせロック。金曜日やね、うん、うん、あの黒胡椒入り、まあこういうのもたまにはよかろう、うん、では